つまり今の日本の文明の賞は測れないね。まあそうそうね。まあ個人的にもこれは何の賞を与えたらいいんだろうなっていう考え込みはさせられる。ユニテの超おすすめ本紹介。ユニテの、店主になる予定の大森とユニテの鎧いる人になる予定の高橋です、今回初めましての方が多いかと思いますけども、初めての多分動画、まあ、生配信はやってるんですけども、本の紹介をする動画というのは一発目の動画になるかと思いますの です、ね記念すべき一発目ということで、はい、今回紹介する、第一作目は何でしょうか。はい、我々の、ね、記念すべき一作目で紹介したい超おすすめ本はこちらになります。ドン、宇佐美凜さんの車の娘ですね。こちらですね。まあ、これは我々がお勧めするまでもないというところも若干ありますけれども、これが先月の5月に発売されたばかりの単行本で、川出書房新社から出た文学小説でございます。はい、著者である宇佐美凜さんはですね、もう多分おそらくこれご覧になってくださっている方だったらお名前もご存知って方もいらっしゃると思います。1999年生まれの現在23歳の方なんですけども、2019年カカでですね、デビュー作でも文芸賞を取られてですね、そのまま同じくそのカカで三島由紀夫賞も取られたと。で翌年2020年 2作目ですね、こちら推し燃ゆっていうのが第164回芥川賞を受賞された。でもこれはもう50万部を突破するぐらいの、まあ、凄まじい勢いを見せた本でして、で、まあ、今回この2022年5月に、まあ、3作目、車の娘では刊行されております。はい、1作目からも大きな賞を取られて、でも2作目でも何なら日本の文芸界を代表する賞を取って、まあ、しか もうハーフミリオンっていう ね撮影当時は、ね、多分まだまだ取れると思いますけども、もう取られた、著者さんなんで、もう今多分日本の文芸界を引っ張ってる、と言っても過言ではない著者さんだと思います。はい、でその3作目である車の娘なんですけども、とりあえず、まあ、あらすじからちょっと紹介していこうと思います。はい、まず、主人公はですね、まあ、学校にうまく馴染めないですね、まあ、17歳の女子高生カンコっていうのが主人公です。である日授業をサボって屋上に行っていると、キビキの連絡を受けるんですけども、父方のお母さんの葬式に、お母さんが運転している車で向かうんですね。でそこの家庭であったりとか、まあ、そのお葬式の後どうなるかっていうのが描かれる物語なんですね。まあ、これだけ聞くと、まあ、どんな話なんだろうなというか、まあ、全然内容想像つかないと思うんですけども、まあ、ちょっとねイメージを膨らませるためにですね、ちょっと登場人物を紹介していきたいなと思います。まずですね、この主人公を取り巻く環境なんですけども、主人公3人兄弟なんですけども、主人公であるカンコとお母さんとお父さん、この3人しか家の中には住んでません。で他にお兄ちゃんと弟っていうのがいます。はい、でカンコっていうのがですね、学校にはまあちょくちょく行ってはいるんですけども、まあちょっとお医者さんの方がうつ病っていうね診断をされてて、で、まあ、ちょっとカウンセリングを受けたりとか、まあ、ちょっと生きづらい感じの日々を送ってる感じですって感じですね。で続いてお母さん、お母さんはですね、まあ、過去にですね脳性麻痺っていうのを患ってまして、で、まあ、体の半分でもちょっと不自由な状態ですよね。で、まあ、さらに輪をかけてですね、まあ、ちょっとその脳性麻痺の状態を、まあ、自分で、まあ、紛らわせるために、まあ、お酒に溺れちゃって、で、まあ、ちょっと記憶障害っていうのも併発してると。特にその最近のことっていうのが、まあ、結構まあ忘れがちになってて、まあ、思い出すのが過去のことばっかり思い出してしまうと。で、まあ、その感情の抑制が効かんようになってしまってて、ガーッと高ぶっちゃうともうヒステリー起こしちゃったりとか泣き崩れちゃったりしちゃう状態ですね。はい、で続いてお父さん、お父さんはですね、まあ、今回その、キビキっていうことで、まあ、亡くなったおばあちゃんの、まあ、息子なんですけども、まあ、すごいそのおばあちゃんと、大きな確執っていうのがあったんですよね。自分がやってきたことに対して、まあ、コンプレックスとかプライドっていうのが、まあ、すごく大きなものを抱えてると。で、まあ、そういうのを傷つけられるとですね、もう本当にまあ激しく激高して、自分が全くもう抑えが効かなくなっちゃうっていうタイプのお父さんなんですね。はい、で続いてお兄さん、お兄さんはですね、もう家には住んでません。看護たちの主人公たちの家から出てしまって、別の家庭を作ってます。で大学行ってたんですけども、大学中退しちゃって、まあ、そのことが原因で、まあ、お父さんと結構確執がある状態になってます。でね、まあ、このお兄ちゃん結構まあ厳しくてですね、まあ、こんな家にいると頭がおかしくなるみたいなことを言っちゃうぐらい、まあ、自宅から距離を置いてる、キャラクターになってます。で続いて弟ですね。で弟なのに家の中にいないのかと、まあ、思われるかもしれないんですけども、弟っていうのもまあちょっと高校進学を機に、まあ母方の実家の方にですね今身を寄せてる状態です。まあ、ちょっと主人公と、まあ、主人公のカンコとですね喧嘩したことっていうのを、まあ、原因じゃないんですが、まあ、原因みたいになってて、あとは性格がですね、まあ、ニヒルな感じでヘラヘラした感じの性格になってるって感じですね。はい、ということで、まあ、全員5人ともねいろんな確執を抱えた家族が、まあ、一堂に会するっていう話なわけですね。登場人物の紹介を聞いた上で、まあ、今から葬儀に向かうってことを考えると、うん、結構うってなる人も多いんじゃないかなと思いますね。まあ、絶対に自分が、まあ、例えばその
主人公の人にやったとしたら、うん、まあ、しんどいなこの家族っていうのは間違いなく思うような、うん、でまあそのお母さんがどうしてもみんなと一緒に幸せだった時期っていうのをどうしても忘れられなくて、うん、その時の思い出をもう一回どうしても思い出したい、うん、再現したいということで5人をどちらかというと集めたがる性格、ね、で、まあ、お兄ちゃんとかはどちらかというと家から出たいっていう、うん、そういう、まあ、葛藤が各々ある物語ですよね。今ちょっとざっくりねあらすじの形で語ったんですけども、まあ、なんでこの本を紹介する必要があるのか、まあ、この本を一発目に選ぶのかってことですね、はい、まあ、これはですねもう間違いなく今後日本文学界をですね代表するような作品になるなと思っているからです。えらい大きく出たと思いますけど、まあでもそうじゃないか、まあ、たかし自身は元から、最初に文芸に画家が連載された時から、好きというか、うん、衝撃を受けたタイプの人間、うん、だけども、閣下推しもゆう車の娘と来て、うん、それぞれ、三島賞を文芸賞を取った閣下、うん、で芥川賞を取った推しもゆ、うん、それを超えてくるっていう、そうですね、もうあの日本を、ね、代表する文芸賞を取った、うん、過去の2作品をも圧倒的に超えてくる作品ってことですね。つまり今のも日本の文芸の賞では測れないまあそうそうね、まあ、個人的にもこれは何の賞を与えたらいいんだろうなっていう感覚にはさせられる、うん、本ですよね。じゃあ、カカと、おしもいを、超えてくる作品、この車の娘、じゃあすごいところっていうのはどこになりますかね。そうですね、まあ私の主観的なお話でありますけども、まあ、今回、何がすごいかっていうのをですね3つのポイントに絞ってお話ししていきたいなと思います。はい、じゃあ1つ目、ま、はい、まず1つ目、まあまずこれ何と言ってもこれですね、もう読者の数だけ読み方ができる作品であるということですね。はい、まあ、こちらの作品なんですけども、まあすんごいですね、まあ、いろんなレイヤーが張り巡らされててですね、この作品を読んで全く同じ感想を抱ける人っていうのはもう存在しないと思います。そう、まあ、やっぱり優れた文学作品っていうのは正しい読み方なんてないっていうのがね、まあ、多分本が好きな人だと、まあ、結構言われると思うんですけども、まあ、本当にこれの本を読んでも何が正解なのか全然わからないんですよね。そう、でもまあなんか語らずにはいられなくなるような作品でありまして、まあ、この作品出てくる今何人か5人のキャラクターを紹介しましたけども、まあ、誰に寄り添って話を読み進めてもいいし、まあ、どのような読み方をしてもいいですよっていうのもこの作品自体が言ってくれてるんですよね。そう、まあ、主人公っていうのが、まあ主人公に対してですね、まあ、周りの人たち今出てきた5人以外の人たちも結構出てくるんですよ。家庭内に問題が起きた時に、まあ、警察の人がやってきたりとか、まあ、あとその先生とかがね、まあ、ちょっと話を聞いてくれたりとかするんですけども、まあ、いろんな、ね、手法を使って家族に対して介入とか助けてあげようとしてくれるんですけども、まあそうじゃないんだよなって感覚を主人公ずっと持ってるんですよね。そう、別になんかそういうのを求めてるわけじゃない、なんか正解とか正しい方向を求めてるわけじゃないと。で、まあ、自分の中で自分の納得いくような決断を下して、まあ、それでもうそのまま流れで進んでいくんですよね。そう、まあ、そういうところからもその、まあ、どれがもう正解なのかとか、こっち読み手からするとえこうしとったらよかったのにって思うようなこともあるんですけども、まあ、そうじゃないんよなみたいなそのとうとうとした流れの中で描かれてるんで、まあ、実際に本を読んでこの作品についてこう思うべきだみたいなのは全く示されないわけですね。そこが確かにすごいところだなって思うかな、うん、普通に例えば、まあ、一般的に本を読んでいる時に、うん、なんか最終的にこうなるんだろうなっていう予定調和的なとか見えてくる作品っていうのは、うん、まあたまにあったりするけども、うん、この作品は最後まで粘り強くというかどっちにも触れない辛抱強さというか、うん、そういうところは徹底しているし、うん、その結末の部分もどこに転ぶのかっていうのは全くわからない、うん、でなおかつその結末の部分も、思っている想像を超えてくるというか、うん、なんかもうわからない領域を突き進むっていうすごさ、うん、だからそこで誰にもわからなさっていうのをちゃんと徹底してるっていうのは、うん、まあ、すごいポイントですね。他の作品だったら途中でどこで終わってもおかしくないようなステージっていうのがあるんですよね。ここの段階で終わってもおかしくない、ここで本当に突き抜けてもおかしくないっていう瞬間瞬間があるんですけども、もうそれをまあもう精力合わせ持ちながらも最後どこに向かうんだろうっていう迷走感というか疾走感というかね、なんか最初まあ閣下推しもゆにも共通するところで言うと、最終的に我々のこう凡人からは理解の、うん、悟りの境地に達するところがあるからそう、ね、もうそこのなんか過程というか、あ脱帽ですみたいな感じで、うん、終わるのが共通しているところかな。そうですね、読みながらも、いや読んだ後もこれだってなかなか言い切れない作品というところですありますね。はい、で、こちらが一つ目ですね、読者の数だけ読み方ができる作品である、これが一つ目です。
じゃあ2つ目、はい、2つ目こちらはですね、幅広く論評される作品であるということですね、はい、ちょっとね位置と似てるところではあるんですけども、この作品ですね、どこに着目しても語れるんですよ、うん、そう、この作品なんですけども、そのまあ、いろんなテーマをあまりにも扱ってる、あると思うね、うん、まあ、例えばその、まあ、崩壊しつつある家族であったりでもそうですし、まあ、その精神病みたいなところも、まあ、そうですし、まあ、あとその、まあ、断片的なところが、まあ、お父さんとかお兄ちゃんとかあるんで、まあ、ミソジニーとかね、そういう問題もありますし、まあ、あとはその孤独死であったりとか、まあ、その核家族みたいなので、まあ、社会問題みたいなところもありますよね、まあ、まずこういう、バックボーンであるところで、まあ、どこで切ってもいいし、一のところでちょっとお話ししたんですけども、誰に寄り添った見方をしてもいいんですよね、まあ、主人公から見た物語でもいいし、お母さんであったりとかお父さんお兄ちゃん弟、なんなら亡くなったおばあちゃんの視点から見ても蘇りのある作品なんですよね。でどの見方をするかによって多分この作品って見え方全然違うんですよ。で、まあ、さらにはですね、小説の作り方としての技巧について注目してもいいんですよね、まあ、どういう表現がされてるかとか、まあ、あとどういう比喩が使われてるのかとか、今のこれ初めの一釣りのところの帯のところに書いてある最後の一文ですよね、あの本当一番最後のところだったと思うんですけど、この文章すごいですよね、人が与えられる苦しみをたどっていくと、どうしようもなかったことばかりだと気づく瞬間がある。全ての暴力は人から湧き起こるものではなかった。天からの火が地に注ぎ、あらゆるものの源となるように、天から降ってきた暴力は血を巡り受け継がれ続けるのだ。苦しみは天から降る光のせいだった。こんなん聖書でしょそう、ね、いやほんまに、うん、こんなん、あの、なんですか、23歳の大学生の女性がから出てきていい文章じゃないんですよ。もうあのほんまに聖書とか仏典とかに出てきてもおかしくない文なんですよね。もうこういう文章を味わうだけでも、もう全然もう論評に値する作品もありますね、はい。まあ、あとはその、まあ、この作品のまあテーマ的なところで、まあ、その可逆性の双方向性みたいなところでもそうですし、かか押し模様からつながっている、まあ背景にある超越展開体験とか宗教的な儀礼を重ね合わせたという論評もできます。もう何で切り取ってもこの作品論評できるんですよ。そう、ちなみにその中で、高橋自身が、まあ、特になんか、最初にインパクトのあるというか、うんうん、切り取り方をするんだったらどういうテーマが思いついた？まあ、そうですね、まあ、僕ちょっと今さっき最後の方でちょっと言っちゃったんですけども、うん、まあ、僕はやっぱりその可逆性っていう、まあ、これってすごく暴力っていうのがまあちょくちょく、まあ、かなりの頻度で出てくるんですけども、その暴力っていうのがあの、まあ、一方通行だけじゃなくて、まあ、知らない間に自分あの、まあ、主人公であったりとか他のキャラクターもやっちゃってるってことに、まあ、気づきをする、はい、したりするところっていうのところに、なんかあの腑に落ちるたり、まあ、本来その暴力に気づくっていうのはもうすごく辛いことなんですけども、逆にそこに、まあ、なんですかね、光っていうのをまさに求めてるっていうところが、あ、くわーって感じありましたねこれはほんまになるほど、ね、やられたなって感じですね、うん、まあ、でもその宗教的な要素っていうのはすごく強いよね、うん、いつも、うんうん、俺はね、今回読んだ中で、うん、まあ、いろんなテーマがある中で、まあ、一番はやっぱり、ね、父親かな、うん、両親の問題があって、うん、今の現代の家族の在り方っていうのはやっぱり一番心に残ったというか、うんうん、おそらく、この作品の想定されるお父さんお母さんって今の、うん、まあ、30、40代ぐらいになってきてると思うんやけども、うん、多分ね、その世代っていうのは大人になりきれない、うん、あの大人が、うん、親になって、うん、こういうパターンってあり得るのかなって、うん、我々は20後半の年齢で、うん、まあ親は50代、うん、60代になってきているから、ね、あんまりここまで大人って子供性っていうのは、うん、あの親には感じなかったけれども、うん、10歳20歳ぐらい下 の、うん、あの年代になった親っていうのはこういうのはリアルにあり得るんじゃないかなっていうところと、どちらかというと我々の世代はどっちかというとあの父親の、うん、まあ、亭主関白っていうのはありがちなんだけど、普遍的な要素っていうのはすごく強かったと思うんやけども、うん、それをガツッと打ち壊すっていうか、うん、最後もそうだけど もう父親性っていうのがあの権力性っていうのが全部、ぶち壊すような、うん、強烈なインパクトを持って終わらせているっていう、まあ、新しい家族の在り方を模索していかないといけないんだなっていうのはあるよね、うん、だから日本の家族の制度というのも含めてこう議論を巻き起こす作品になるんじゃないかなっていうのと、あと最近話題になってきたヤングケアラーっていうのが、まさにだからそれもひっくるめて家族の在り方っていうのは問われているなっていうのは思った、うん、はい、でも本当に今どこに注目してもいいんですよね。そう、まあ、今その、まあ、大森が言ってくれたような親が、まあ、親と子供っていう関係っていうのはもうこのかかもずっと同じような感じで描いてたことがあるんです。多分宇佐美凜さんのまた結構本質なところに根付いたところであると思うんですけども、まあ、本当にどんな観点で見てもこの作品っていうのはもう、あ、
これってこういう問題があるなとか、うん、絶対誰みんな読んだ人の心にざわつかせる作品だと思います、はい、これがまあ2つ目、幅広く論評される作品、どんなことを切り取っても、論評されできる作品であるということですね。じゃあ最後は何でしょう。はい、3つ目なんですけども、これはですねもう圧倒的な質感の高さですね。まあ、正直な話ですよ、うん、正直別に自分なんか境遇は全然被らないんですよ、車の娘この作品と、まあ、でもすごいね臨場感と緊張感が走るんですよね。読んでたらもうなんか多分自分の魂の部分をズワズワズワってさせられるような感覚があって、まあなんでこういうことが起きるんだろうと思うと、表現であったりとか書かれてることに圧倒的なリアリティがあるんですよね。まあ、特にその僕がですね、まあ、注目したと言いますか、僕の心をすごくざわつかせたシーンっていうのがですね、まあ、その途中で、車中泊っていうのをする、シーンがあるんですよね。まあ、その時にですね、まあ、車中泊するのは、主人公であるカンコとお父さんとお母さんが3人が車中泊するんですけども、なんか山間部の山あいのキャンプ場の駐車場みたいなところで寝るわけですね。はい、で、そんな寝る直前にちょっとお母さんがちょっと飛んじゃって、そのことが原因でも仲良いすごい険悪なムードなんですね。うーっとお母さん泣き疲れて、で お父さんがブチ切れて寝るぞみたいな感じの状態で、車の中で車中泊っていうのが始まるんですけども、お母さんが、お母さんの息遣いが後ろに聞こえる中で、お母さんがごめんねごめんねって言いながら手にこう1000円握らせてくるんですよね。そう、謝り、自分がやったことに対して謝りながら娘である自分に対して5000円握らせてくるんですよ。で、カンコはええよええよみたいなことを言いながら、なんですけど言ってるんですけど寝れなくなると、で寝れなくなって外へ出るわけですね。で外へ出てトイレに行くんですけども、やっぱその山あいの、その駐車場のトイレなんかめちゃめちゃ汚いじゃないですか、うん、まあ、めちゃめちゃ汚くて実際になんか虫とかもあって汚くてみたいな言葉が出てくるんですけども、ふと窓から見上げると空が綺麗だと、星が綺麗だと、あ、車に戻らずにここに残ろうかなって韓国は思うわけですね。いやこれね僕すごいなと思いましたよ。まあ、今この3人の、流れてる空気感っていうのは、だから駐車場のめっちゃ汚いトイレよりも上なんですよね。そう、まあ、この感覚っていうのがもうすごくリアルに伝わってきて、ゾワゾワってこのシーンは写真ではありますね。マニアック、すごい。まあなんかそういう意味では結構あの激しいところと静かな、すごい物静かなところって切り替えが結構あの常にあるような気がしていて、うんうん、まあ、今一番印象に残ったなって思い出すのは、うん、弟が小学校の1回生で、カンコがプールから帰ってきた時に、はははは、弟の教室に通っていった時に弟に声をかけようと思ったら、うん、もう弟の目がもうめちゃくちゃもう澄んで透明で、ずっと目をぼーっと何も誰とも喋らずに、眺めている、見つめている、あの描写の静謐さっていうのは、やっぱりこう家庭と切り替わった時の、うん、そう、生と同と、うん、こう入れ違いというかコントラストの効き方っていうのはすごく鮮明に、うん、でそういう時はなんかゾッとするよね、うん、まあ、映像が映るっていう次元じゃないんだよな、もう、まあ、あのもう完全にその空間にいるような気持ちにさせられるんですよね。で、まあ、実際この置かれてる立場みたいなのが、まあ、リアルにもう足、魂であったりとか足の底からグーッとこう上がってくる感じが与えられるなっていう感じですね。まあ、これはまあ正直、まあ、カカと押し模様にはなかったかなと思ってるんですよね。そう、まあ、ここに来て表現のレベルとして超えてきたなっていう印象はすごく強く受けましたね。まあ、だからまあカカと、だからまあ全2作超えたなっていう部分で、うん、まあ、俺さっき今話してて思ったのがやっぱり8割方主人公の過去の話しているけれども、うん、まあ、そのさっき俺が言った弟の一瞬の描写だったり、うん、そこだけで一瞬にそいつに主人公性が映るっていう、うん、そのターンが訪れる、うん、それが5人それぞれに来るっていうのが、うん、まあ、すごいところじゃないっていう感じがする、ね、確かにね、まあ、今まではあくまで主人公っていうのにスポットライトずっと当たりっぱなしだったんだけど、今回も明らかに場面場面でスポットが変わるんよな。そう、まあ、最後のところとかすごかったけどな、ほんまに。いや、ほんまに、あそこはもう強烈すぎるそう、まあ、ここはもうぜひね、まあ、読んでそうしていただきたいんですけども、ここに来てこんなスポット当てるかっていうシーンがあるんですよね。だからまあ前2作と違うのはやっぱ男性の視点を、うん、書き分けられるようになってるというか、うん、なんでその男性の心理っていうのをここまで分かんねえみたいな感じは、うん、すごく非常に鮮明に受けたところ、ね、そうですね、はい。
まあ、ということで熱くですねこのこちらの車の娘についてですね、うん、ポイント語らせていただいたんですけども、順番にポイントをもう一回おさらいしますと、はい、まあ、1つ目読者の数だけ読み方ができる作品であるということ、はい、2つ目が幅広く論評ができる作品であるということ、はい、3つ目が圧倒的な質感の高さですね、はい、まあ、全部まとめると何が言えるかというとその、まあ、何かを口に出さずにはいられなくなる作品だと思いますね。読んだ後あこれは、まあ、言語化できないかもしれないけども誰かと話したいとかそう、ね、ちょっと咀嚼したいって思える間違いなく思える作品だと思います、はい、ということで、今回、我々ユニテのね、はい、ユニテの超おすすめ本紹介一作目としてこの車の娘ですね。これなんかぜひ皆さんも、うん、読んで、まあ、おそらくね感想を語りたくても、うん、140字は語れないよみたいな人がいっぱいいると思うんで、ね、まあ、なんかコメントなりあとはあのまた、店舗がねオープンしたらぜひ語りに来てもらえればなって思うような、作品。そうですね。ということで、まあ、皆さんのねコメントもお待ちしてますということで、はい、まあ、今回の一作目の紹介終わっていただきたいなと思います。まあ、今後もねこちらのユニテの方ではですね、まあ、いろんな書籍紹介していきたいなと思いますので、はい、楽しみにしていただければなと思います。はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。バイバーイ。